胸張って。じゃあ、ちょっとだけ、このギターですね。ピックガードとこのヘッドと、ここのとこ、黒い模様がありますけど、これ、本物の着物が織り込んであります。着物の生地が織り込んじゃってね。で、まあ、一台一台、模様が違うという、そういう、高峰の雅という機種です。西陣織だったな。あ、よくわからないですけど。西陣織かどうかはよくわからないですけどね。はい、ということでね、ボッパーズのね、アコースティックライブね、今回ね、36ということで、2月、3月までが今ちょっとて、いっぱいでね、盛況なんですけども、その次のですね、4月、5月、6月の日程を決めました。でですね、4月の27日と5月の25、6月の29、この3日間をね、設定させていただきました。で、4月の方があと3組です。で、5月の方もあと3組です。で、6月の方があと4組ということでね、早いもん勝ちということでね、お早めに、エントリーお願いしますということでね、結構先をこう見ながらやっていくと埋まっていく率が高いということでね、非常にありがたいことでございます。今日はね、皆さんね、顔見知りの方も結構多いということでね、のびのびとやっていただいていることで、非常に嬉しく思います。それではですね、やりたいかなと思います。ですね、皆さん、あのねのねってご存知ですか？あのねのね、ですよね、赤とんぼ有名ですよね。で、赤とんぼ以外に知ってる曲っていうと何かありますか？全然無視ですね。ですよね。結構あのねのねというとコミックソングが有名なんですけどね、中にはこう真面目な歌もありましてね、さよならは白い雪文字、知らないかな、知らないよねという歌もありましてね、作ったのが松本隆さんと加藤和彦さんというゴールデンコンビが作った歌なんですけどね、その、ゴールデンコンビにもらった歌を、歌おうかなと思います。さよならは白い雪の、街の外れに吊り橋があるね、僕が渡った吊り橋がある、橋の向こうで手を振る君が風に揺らいで見えるようだよ。あの日の君はセーラー服で涙で顔をくしゃくしゃにした。沈んだ雪の暗さの中でそこだけぼーっと明るく見えた。心を結ぶ吊り橋がある、誰も帰らぬ吊り橋がある。木枯らし吹けば恋人たちの泣き声真似てひゅるひゅる泣いた。都会で暮らす僕に届いた玉の手紙もぷつりと切れた。風の頼りで聞いた結婚、君の裏切り僕は責めたね。
そこの帰り待つ娘らの涙の染み跡だとも言う。変わってたのはふるさとじゃなく僕の方だと君は言ったね。雪に消えてく花嫁衣装を今度は僕が見送る番か。君が渡った橋のたもとにごめんなさいと白い雪文字降り積む雪に文字が消えたら悲しみ抱いて僕は旅立つ。ここだの
悲しいでしょう。さよならの文字を作るのに、タバコ何本撫でればいい。せめて最後の一本を、あの年まで一冊で。名古屋という団体とね、一緒に、陸前高田まで行ってきました。
そこでね、まあ、おじいさんおばあさんたちとね、みんなで歌う音楽会というのをね、やってきてですね、みんなで一生懸命歌を歌って、楽しい思い出を作ってきました。で、また年にね、3回ほど行くということでね、また行きたいなという思いでね、歌を作りました。何回も何回もね、行ってるとなんか自分の、家に帰っていくようなね、そんな、気持ちが、出てきてということでね、やっと会えたねという曲でね、歌詞がたったの5行しかありません。思いを伝えるのは5行あれば十分かなと、まあ、5行をね繰り返してリピートで、作ったわけです。
ところで活躍をされているということでね、今回もお願いします。では、かっちゃんちょっと一言お願いします。はい、普段あんまり、ライブとかで、あんまり喋らないんで貴重かな。パーカッションをやらせていただいている勝と申します。今後ともまたよろしくお願いいたします。それでですね、ちょっとここでこれからのちょこっとちょっと大きな情報を出そうと思いますが、2月の9日ですね、トヨタにあるロッキー楽器屋さんですね、あそこでライブのホールがありまして、そこのホールで、アコースティックサロンというイベントがありまして、一番最初に出てて猪俣誠二さんと三久弘さんと、3人でまたライブの方をします。それから来月のここの岡崎ボッパルさんのアコースティックライブでは、西尾から歌うたいを連れて、八千丸さんという人と一緒にまたここでライブをさせていただきます。あとは、3月の21日ですね、安城の松林公民館というところで、今度また先ほど一緒にやらせていただいた有馬元井さんとのライブをさせていただきます。また詳しい情報やなんか自分のホームページやってまして、勝の気まぐれまで入れて検索していただくと、勝の気まぐれホームページというのがありますので、またそこで見ていただければありがたいです。ということで、今後ともまたどんどんサポート活動やっていきますので、よろしくお願いします。今日猪俣誠二さんの、ね、名前がよく出てくるんですけどね、今回も、2年前かな、猪俣誠二さんとね、震災の、ね、土地に行って、歌を、ね、歌ってきたんですけど、その時にね、子供たちと、触れ合ってですね、子供たちの、あるあるを聞いてですね、それを、一人の少年が自分の、体験談というかね、七不思議という形でね、歌にまとめました。僕の七不思議という曲です。聴いてください。
前の夜、お休みの前の夜、寝るのがもったいないから、頑張って起きてテレビを見ていても、気がつくと真夜中に目が覚める。歩道を歩いていると、歩道を歩いていると、大きめのブロックが引き詰められていたりする。そんな時、僕は思わずケンケンパって飛んでしまう。これで最後になります。ありがとうございました。
今日はね、どうもありがとうございました。どうも。